どうも、ラビトルの渡部です。はい、松本です。はい、本日もよろしくお願いします。はい、ですね、うん、ちょっと、うん、これどうなんていう、おう、相談なんですけど、あのラーメン屋さんにね、うん、この前行きまして、あのタッチパネルの、ほう、あるね、注文する食券買うやつやろ。いや、食券とかではなくて、タッチパネルか、タッチパネルのなんかタブレットか、うん、そうそう、タブレットでもう全部注文するんで、うんうん、もう卓上に置いてあって、うんうん、そうそう、で、つけ麺と、うん、普通のラーメンと、ラーメンとかいいな、うん、まあ、そうそう、じゃあブレブレるのよ、ごめんごめん、話が、いや、いいねんけど、全然ごめんなさいね、そんな節制してる時にラーメンの話なんかして。ラーメンか、うん、いいな、文句なんかある？食べれるだけで。じゃあ話変わってくるね。嬉しいけどな。だからね、そこで、まあ、新しい新店のお店やったから、はいはいはい、まあ、どれを頼むかだいぶ迷って、初めて行くお店で、初めて行くお店、うん、うん、で、まあ、そのお店自体は、まあ、つけ麺が、まあ、メイン、うん、で混ぜそばもあって、ラーメン、普通のラーメンもあんねんけども、つけ麺か混ぜそばで迷ったんですよ、うん、で、まあ、ポチポチしてて、あ、ちょっと違うなとか、こうやっていろいろ押して、まあ、まあ、ベーシックにもうつけ麺でいいやと思って。そうそう、一番最初やし。そう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 。で、次、違うやつ行くみたいな。そうそう。で、でもお腹は空いてたから、うん、麺はちょっと大盛りにしようと思って。大盛りとかいいな。いや、だから、だから。大盛りとかいけてて。だから、聞いてます話。文句あるかな。ねえ。いいけどな、あんまり。寝てる間に食べさすで。最悪な、大盛り行って大盛り行ってな、うん、ほんで、まあ、注文のボタンポン押して、うん、押したら、まあ、10分後ぐらいにさ、うん、わーってお待たせしましたって言って、うんうん、で、あのこれつけ麺ですって言って、うん、混ぜそばの方ももう少しお待ちくださいねって。ええそうでしょ。ええ、ちょっと待ってって思って、うんうん、キャンセルできてないというか、ああ、うん、行ってもうてる、行ってもうてる、色々触ったから、そう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 、行ってもうてたんや、行ってもうてるかなと思って、うん、俺は今の俺やと行ってもうてても食いたいな、うん、だから行ってもうてても食うと思いますけど、今の松本さんなら違うんですよ。あれ、キャンセルなってないと、なってないと思って、でも、うん、もうその考えてる隙にパーンってもう店員さん行っちゃって、うん、次来た時にはもう混ぜそば持ってんねや。うわ、いや確かに、うん、そのタッチパネルの最後の最後に確認してない、うん、私はミスしましたけども、うん、でも、うん、分かる分かる、麺大盛り2発、うん、混ぜそばもつけ麺も食いますかね、うん、その間違ってませんって、うん、キャンセル、これ2つ間違ってませんみたいな一声欲しいみたいな、だいぶいや、だいぶ横柄かもしれないそれって。でも、あ、もう一個ちょっと言わせてもらうと、うん、連続で来る？そのさ、めっちゃ食いしん坊やん、そんな。交互に食うって言うな。なんなんやろな。俺なんなんかなって。いやいや、わかるわかる。え、それさ、うんうん、いじってるやんか。うんうんうん、で、え、何？つけ麺と？つけ麺と混ぜそば。混ぜそばも、うん、混ぜそばもいいかなみたいなのをピッて押した後に、うんうんうん、大盛りのボタンまで行ってんの、大盛りのボタンまで押してんの、ほんでキャンセルして押して戻ってんねんか。なんでそこまで押すの。いや、吟味中やねん、吟味中やねんけど、でもこれやったらでもなって、あ、途中でもう混ぜそばにしようと思ってたけど、そうそうそう、やっぱりと思って、そう、やっぱ変えようって思って、そうそう、変えようと思って一回また、メニューのメインメニューの方に戻って、うん、またポチポチしててやんか、うん、そういやいや、ほんでどうしたの、食ったの。結局ちょっと残っちゃった。食べたね。一生懸命食べたけど。うん。うん、やっぱ大盛り2発は無理。食っても食っても目減らへんねんか。いいなぁ。減らへんとか、いいよなぁ。マジで。俺すぐなくなんねん。いやいや、ちゃうねん。だから。ブロッコリーとか、ささみとか、うん、もうすぐ、あ、もうすぐ終わっちゃう。同じメニューをな、ずっと、ローテーションで。うん、テレビ見てて、うん、ごめんな話しよって、うん。テレビ見てて、うん、CM 行ったんよ。うん、うん。で、ちょうど CM 行った時にその出来上がってテーブルについて食べようと思って、うん、バーって食べてて、うん、お腹空いてたから、うん、食ったら、うん、CM 開ける前に食うわと話の腰折りすぎやって減らへんなー、いやいや、減らへんなーやないのよ。
そんな。なるほど、それな。いやいや、どうなんかなって。間違ってませんって、めっちゃ気の利く人やったら、うん。多分言う、うわ、めっちゃ微妙やな。でも、おるかもしれへんねん。そういう人。まあ、そうやねん。そういう人おるかもしれへんねん。おるから、そういう風な対応にはなったんかなとも思うし。全然あの攻めるつもりはないねんけど、若干モヤっとするっていう。じゃあ自分にもやろ。自分にもモヤっとするし、せやな、クソっていう感じよな。全然出来たて食べようとするからさ、こう交互に行くわけないよ。でもうまいの。まあうまいよ。いいわ。うまい。いやちゃうねんってだから。いいよなーで落ちてんのよ。だからいいよなーで。そうやな。そう。いやだから、まあ、えぐいカロリーやな。えぐいカロリーだって麺をだって2玉2玉みたいなもん 4玉ぐらいいってる。そら食べられへんよ。3玉半いくかいかへんかでちょっともうギブアップしました。まあまあでも、うん、うまかったやったら。いやもうちょっと確認はせなあかんな。そうやね、やっぱそういうのね。そう確認せなあかんほんまにね。いやーでもそれって言い方もよるんか。そう言っといてよかったよな。そのそうそう混ぜそばを混ぜそばも待ってくださいねのくだりで言っといたらよかったな。それは待つでしょ。でもでももうその頃には多分作ってんねん、うん、そうやねもうねもう間もなくみたいな感じの雰囲気やったからめちゃくちゃムカつくと思う。言ったんお前やんけってなるもんね。そう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 なんや。それはちょっとまあこっちに落ち度が、うん、そうだからもうめっちゃこちらのそのタッチパネルタッチミス、うんうん、いいお客さんやん。いやうん、そばも もう飲み込んでもらって。いや全然ねやって、うん、全然いいと。たまにもびっくりするようなクレームはあるやん。客商売とかさ、まあね、接客業してたらさ、まあ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 居酒屋とかさ、うんうん、コンビニとかさ、うんうん、いろいろやってきて今まで。いろいろやってきましたよ。びっくりする客とかおるやん。おったね。だって串カツ屋とかで働いてた時に、うんうん、要は20本ぐらい一気に頼んで、うんうん5分経って、うん、遅いわって。いやいやいや、お前、揚げ物何分で上がる思ってんねんって思って。やったことないんか、うん、おっさん。おっさん。おっさん多いね。おっさん、結構、やっぱおっさん、おばはんがちょっと質悪かったりするよね、こういうのって。そうね、若者結構な、うん、ちゃんとしてんねん。そうやねんな。なんか、変なこと言うお客さん、結構、こじらせてる人、うん、おっちゃんとかおばちゃん多いわ。せやね、うん、なんかねこれ客商売しててめっちゃ思うな。うん一回俺も意味わからんかったことあったな。服屋で働いてた時アパレルでもある。めちゃくちゃあんねん。あそうなん。え、うん、そのえ下着試着させてやとかどうなんそこまでそれってありな。いやそのパンじゃ女性なんて下着試着する時あるやん、うん、そうなん。絶対せなあかんやん。あその上とか、そう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 、でもサイズとかがある。だから服の上から着たりもするし、なんとなくサイズある、俺分からんけど、はいはい、女性の下着は扱ったことないから、それ分からんけど、あるやろうけど、まあ、T シャツとか、試着に関しては、T シャツあかんとこもあるし、肌に直接触れるから、T シャツの今着てる上から着てとか、やったらある、はいはい、あ全然あり、フェイスカバーするとか、化粧使うようにとか、はい、化粧使うようにとか。はい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 。で一回意味わからんかったクレームが、うんうん、まああのまあまあそんな安くはないブランドの T シャツ、うん、じゃあパーカーかな、うん、やってまあ40代ぐらいのおじさんが買っていってさ、うん、で L か M どっちがいいかなみたいな、うん、でまあまあそうっすねみたいな。でまあそのスタイルにもよりますけどみたいな、ちょうどできたかったら M でも問題ないし、ゆったりがいいんやったら L の方がいいですかねみたいな、うんうん、どっちが好きですかみたいな、うんうん、でまあ L やと大きいかなみたいな、うん、で M を買い取ったんよ、うん、ほんで2時間後ぐらいに戻ってきて、うん、やっぱり L もう一回来ていいみたいな、うん、交換できるみたいな、うん、まあまあええしそれは、うんうん、はい来てみますみたいな、うんうん、でバッて来て L 来て、うん、でもう一回 M ももう一回その場で来て、うん、あやっぱM にするわ。M やってん。M やったんや。で、俺その時に、うん、そのもう長年アパレルやってたから、うん、ちょっとこの人、うん、やばいかもって思ってて、ずっと、うん、言動とか、はいはいはい、雰囲気、雰囲気が、うん、あるやんそういうの、ね、ちょっと危険かもみたいな、うん、匂う感じ、匂う感じ、はいはい、で、ありがとうみたいな、うん、めっか帰ってなんか、うん、ほんで3日後ぐらいに、うん、電話で。
着ていくわって言って、うんうん、この M を、うんうん、で帰りが来て、着て、着てきたやつをもう直し、あのカバンとか袋に入れて、うんうん、買ったやつを着て帰りはったんよ、はいはい、で3日後に電話がかかってきたよ。おうおう、3日後に電話がかかってきて、うんうん、なんか、うん、ネットでいろいろ調べたら、うん、めっちゃ安かったと。めっちゃ安くで出てたんだよ、楽天とかで、はいはい、はいはいはい、でうちはセレクトショップで、うん、店舗って基本的に高いというか、ね、定価に近い値段で売る、うんうん、でたまにネットってバリ安く載ってる時とかあるやんか、うんうん、そういうので安いみたいな、うん、ネットの方が安いねんって言われて、うんうん、はいはい、でなんなんて感じ、安いな、はいって、うん、返品できるみたいな、うん、そっちで買いたいみたいな、うんうん、いやつってそのお客様の不良品とかってあれやけど、うんうん、お客様のご都合での現金での返品ができないんですよみたいな、うんうんうん、交換やったらありなんですけど、はい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 、不良があったら返金するけどみたいな感じやって、うん、ほんであそうみたいな、うんうん、で納得せえへんね、うん、でずーっとごねられて、うんうん、俺これ1時間ぐらいそのやり取りして電話で、結構1時間いやそっちで買いたいねみたいな、はいはい、かずっとループループほんで最悪、うん、その楽天の、うん、楽天、うん、何か忘れたけどサイトは、うん、そのネットのサイトの同じ値段にせえって言ってきて、うん、ちょっと意味が分からない意味が分からない意味が分からないその差額分を返せ、いやうちのサイトやったら分かんねえ、うちのサイトで安くしてる店舗と値段違うやったら分かるけど言ってることは共産主義やそれもう全く意味が分からないのか、うんうん、で結局も俺も折れて、うん、もうええっすわってなって、うん、ほんまあかんけど、うん、もうだる俺仕事なれへんから、うんうん、あごめんなさいちょっとラジオトーク終わります、うん、はい、はい、うわ気になるで、うん、仕事なれへんから、うん、なんていうのもうええわと思って、うん、返品 OK ですって言ってん俺も、うんうんうん、もうやっぱめんどくさい客はもうなんていうのそういう風にしたりするときあんのよ。だからこねる人多いと思うね。はいはいはい、はい、もうこその長期戦、うん、まあ時間をその時間がもったいない。そうそうそう、はいはい、俺もそれだけでその接客逃して売り上げ逃してたりもするから、うんうん、他のコーラにも負担かかってるし、うんうん、でもうええわだるいわと思ってやったみたいな、うん、とかもで、うん、いついつ1週間以内やったら OK っていうのをレシートに書いてるから、うんうん、でまだ3日目やからまだいけるやんなみたいなとこも言われてて、うんうん、もうええわと思って、うんうん、じゃあ返金しますわみたいな、うんうん、ってなってじゃあ明後日行くわみたいな感じやって、うんうん、で俺もだるいなと思って待ち構えててんけど、うん、結局こうへんかって返品しに、ま、その気持ちも変わってるんかなほなで、うん、あ、けえへんなと思って、うん、おうけえへんなと思って、うん、けえへんの一番いいから、うん、そうやな、返金せんでええから、うんうん、ほんでそっからさらに4日後ぐらい経ったんかな4日5日経ってもう1週間ぐらいもう1週間以上経ってる、うん、こうてから、うんうん、で俺はもう忘れてるやん忘れてるっていうかもう頭にないやんか、うんうん、ほんなら、うんうん、そのおっさんバーって来て、うん、兄ちゃんおったおったみたいな、うんうん、言って、うん、で返品前来る言ってたやんか、うんうんうん、でもう雨降ってたし、うんうん、めんちょっとなんかめんどくさまったみたいなんで、はいはい、やめといてみたいな、もうええかなと思って、うん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 、言い出して、うん、はぁ、あ、って言ってめっちゃ嫌な予感してん俺その時に、うんうん、はいとか言って、うん、はいっつって、まあ、でもそれで話は終わるはずやな、終わるはず、うん、で、うん、なんか、うん、洗濯を しまくってたら、うん、そのバックプリントが、うん、なんかちょっと反射で光るみたいなやつやね、はい、でそれで、うん、それが、うん、なんか傷入ったみたいな、うん、そこに傷入ってんねんこれこんなんなるもんなみたいな、うんうんうん、でなるねん、うん、なるし洗濯の仕方にもよるし、うんうんううプリントって剥げたりもするやんか、うんうん、でそのネットとかに入れたりとかデリケート、ね、優しく洗ったら大丈夫やけど、はい、もうガンガン適当に洗濯回しまくったりとか乾燥機かけたりしてやっぱり劣化するから余裕で来まくって、うんうん、でなるなこれなるんみたいな、うんうん、こんなんなるん高かったのに、うんうん、で交換せえって言い出してあ怖いあ怖い
むちゃくちゃじゃない？怖いね。めっちゃ来てんねんで。怖いね。怖いね。うん。怖い話。で、なりますねって言って、うん、なりますねって言って、うん、そのなるみたいな。うんうん、交換できへんもんって言って、うん、もう俺ももう呆れて、うんうん、もうほんまになんかやからうち来たらバチ揉めたろうと思って、俺。うんうんうん、いや、それはもう、なりますし、もう1週間以上経ってはりますし、洗濯も何回もしてはりますし、もう着まくってはりますし、もうそれは無理ですねって言ったら、いやね、とかつって帰ってってけど、めちゃくちゃややこない。こう長なったけど、ね。危ないですね。危ないですね、本当にね。恥ずかしないみたいな。ちなみに1着おいくら？そのパーカー？パーカー。2万円ぐらい。あー、いや。もうちょっとせえよっていう話じゃないけどそれぐらいもんやったで、そのネットやったら1万5千円とか4千円で買えたみたいな、しょうもないな、ちょっとしょうもないやろ、しょうもない、これが5万とか4万とかやったらさ、そう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 、ハイブランドがいうやつやろ、そうそう、もう10万とかさ、そうそうそう、グッチとかさ、そう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 、セリーネとかさ、うん、分かるけどストリートブランドやからな、恐ろしいですね、うん、で、ボコボコに縛いて終わった縛きたかったないろんな人おるね、やっぱりね。だからちょっとね、そういうことを言う人って、うんうん、俺のちょっとごめんな、長くなって。いいですよ。持論やけど、はい、接客業やったことない人間やろうなと思う。ああ、それはね、ありますね。接客業やったことある人は絶対そうはなれへん。うん。学校の授業に入れてもいいぐらい多分必要なことだとは私は思いますからね。そう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 。この接客業みたいな。大きい声でうわーってクレーム言ってる人とかおるやん。うん。家族とかでご飯食べに行ってるさ。はいはいはい。子供と娘とか恥ずかしいんだよ。高校年頃のさ女の子がさお父さんそんなやから超えてるみたいになったらさあってなるもんね。これはね、そうそう、本当に見習わないといけないですよ、反面教師として。そうですそうです、帰ってきますからね。そうですね。だからちょっと店員さんには、はい、店員さんは一生懸命やってはるんで絶対に、まあね、うん、まあ、お互い気使うというか、そう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 、それが大事なことなんで、はい、ということでちょっと長くなりましたが、はいはい、今日はここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。